はいどうもこんにちはしのぐです今回紹介する艦はソ連ティアナナ巡洋艦のチャパイフです1930年代ソ連海軍はスペイン内戦に介入中に輸送船団を数十回襲撃される被害を受け船団護衛用の強力な巡洋艦の建造が計画されましたすでに完成していた黄色吹きを参考に設計されましたがソ連では大粛清によって海軍幹部も処刑されなかなか計画が進まず1939年に 海軍人民委員のニコライ・クズネツフによってようやく建造が開始されましたこのの人人はまあレジェンズの、ね、登場人物ですね、まあ、しかしですね、独ソ戦の勃発で建造がですね中断されてしまい、えー、結局ですね、戦後建造が再開され1950年にようやく完成となりました。 しかしですね、チャパイフは戦後に完成したこともあって、目立った活躍がなく、まあ、さらにですね改良型のですねスベトロフ級の、えー、完成もあり、1960年にはですねこのチャパイフは退役となってしまいました。まあ、ちなみに改良型のスベトロフ級というのは、えー、今、えー、ティアナナキャンペーンで、えー、実装されている、えー、ミハイル・クツーゾフがですねその同型艦の一隻として、えー、登場していますね。 はいということでね、このチャパエフにたど、ね、り着いたので、まあ、紹介していきたいと思います。まあ、この艦はですね、まあ、ティア7としては、まあ、非常にですね高い h、えー、位の発火率と、まああのー、連射速度を持っているので、まあ、要するにね、放火魔として活躍できる巡洋艦ですね。まあ、ショールズではね走行はひどかったですが、チャパエフは、ねまあ、割と改善されてはいますね。まあ、ただ、それでもね、あのティア7戦艦に打たれればひとたまりないので。 テ、まあ、ティアナティアログに打たれても、ね、ひとたまりないので、あのしっかりと打、ね、たれないように立ち回っていく必要がありますね。打、まあ、たれないように立ち回りにはどうするかというと、まあ、この間は、ね、最大の特徴は長い射程ですね。えーまあ、艦長スキルで込み込み強化すると、最大射程、現状では、ね、18.2キロメートルということで、まあ、めちゃくちゃ長い戦艦並みの、ね、射程になってますね。なので、この射程を生かして、うん、まく、ね、敵の砲弾をかわしながら、まあ、燃やしていくと。 まあこれによってですね、まあ、ほぼマップのですね半分ぐらいの領域は射程に入るので、うん、これ非常にね強力な射程を持った巡洋艦ですね。で、えー、手法の装填時間もですね、あのー、アップグレードでアップしているので、アップグレードでアップしている、うん、まあ、向上しているので、あの単純にですね、勝ルスよりも火力はですね上がっています。なんで、まあ、その分ねあの燃やしていけますし、まあ、あとは力の均衡もね、取得しておけば、スキルのね、 あのティア7戦0回に対してもダメージが出せるのでみるみるね HG 次弾でダメージを稼いでいける巡洋艦になったかなという感じですね。まあ、ただ a p 弾に関してはねティア5から性能が変わっていないので、まあ、ティア7のね重巡洋艦アドミラルヒッパーとか、まああのー、ボルチモアとかね相手にしていくには、まあ、ちょっとね威力不足の手法なのであのしっかりとね、あのー、真横を向けた巡洋艦にはね効きますけど、あのー、できるだけね あの角度を意識して、まあ、角度がちょっとでもついていれば、まあ、H 字段でね、ご利用しと、まあ、いった、ね、戦法をね、取っていく必要があるかなと思いますね。まあ、そして、チャパイフに関してはです、ね、レーダーの選択はできなくなっているので、まあ、今回、ね、レーダーしか積めないですね。まあ、ただ、レーダーの,、ね、あの発見距離は 11.7km と、まあ、かなり長いですし、うん、まあ,あとは動作時間もね20秒と、まあ、あのブジョンヌイのこれよりはね長くなっているので。 あのまあ、モンス数とね手数もあるのであの3回はね打てると思うのでしっかりとね敵の駆逐艦に当ててまあし止められればし留めて、まあ、最悪ね追い払うといったね性能になっているので、まあ、ただねこのレーダーがあるからって、まあ、やはりね無理して前に出過ぎると、まあ、返り討ちにあってしまうので注意が必要ですねしっかりとあの使える場面を見極めていった方がいい,、ね、い,いかなと思います。はいそれではねようやくそれの最後の巡洋艦ですけどあのこのチャパイフでね戦っていきたいと思います。 はい早速、ジャンバールが見えてるんで砲撃したいですけどちょっと今、我慢が必要ですね、ここでもうあのバックが始まってから打たないとね、こうやって、まあ、じゃないと、まあ、ジャンバールね気づいたらすぐねこちらを狙ってくるのでしっかりと、ね、このバックであの島裏に入るようにしな,がらしないといけないですね、ここで着弾すると、はい相手気づいて、こっち、ほうを向けてますね。 まあ、ソ連中が見えたら、ね、本当、顕的必殺じゃないですけど、あの撃ってくるんで,で、これ、隠れられると思うんですけど、隠れられてないですね、これ危ないですね。<laughs> はい、まぁ、あ、てっね、自分は隠れられると思ったんですけど、このチャーパエフね、めちゃくちゃ射程が、うん、あ危ない、危ない、長くなっているので、あのー、車、まあ、線、あの視界切れてるなと思っても、意外とね、見つかってることはありますね。 まあで一応ね、この貫通力も上がってるし、火災もね、発生率一応上げてきたので、よく燃えるのには変わりないですね。まあ、ショールスより単純に火力が上がっていて、特にねこの戦艦が多くなりがちな、ティアナナマッチングではね、巡洋艦として、本当、戦艦を燃やす係としてね活躍できるので、非常に強いかなと思いますね。 まあこの断層線はねこ中央部にはねちょっと簡単にはね侵入できないのでまずはねこの外周部分からまあ、しっかりとね砲撃で戦艦で、ね、削っていけばいいんじゃないかなと思いますねまあ、ただ、あのー、アップグレードの影響で司法旋回はね若干遅くなっているので、まあ、そこはねあのー、注意が必要ですけど、まあ、なんとね射程が18.2キロメートルということで、まあ、本当このシャルンホルストたりよりはね多分乱闘積んでたらもう完全に長いので。 乱闘戦艦には、ね、本当完全に、ね、遠距離から完封できますね、まあ、ただ、この間も多分狙ってきそうですね、うん、大抵の最近の戦艦はあのー、燃えやすい方士とか、まあ、もしくは、ねあのー、普通に射程を乱闘を積んでない人が、ね、やっぱティアナン戦艦が多いのでしっかりと、ね、回避していく必要がありますねまた燃えましたね。 噛んでしまいましたがでアトランタとかもいるのでもう見える時に、ね、あらゆる敵を打っていきます。で、そうですねまあ、ここら辺は射線が切りやすいので、うんまあ、結構、ね、打ちまくっていいかなと思いますね。で、駆逐艦の位置も分かりましたね。で、ジャンバールが突っ込んできているのでジャンバールも打ちましょう。まあ、この辺りの、ね、位置から、まあ、特にこの断層線は下のチームの場合敵の主力が右に来るので、まあ、その主力を、ね、打てるこの辺りで。 B 中央脇の人はまあ構えているといい感じで迎撃できるかなと思いますね。でしっかりとね力の解放もうん、力の均衡か持ってきてるのであのジャンバル相手にもね貫通ダメージが出るので、まあ、燃えなくてもねダメージが出ますね。まあ、これ結構ベルバストだとねあの貫通しないので火災が起きないとダメージ出ませんでしたけど、まあ、それに審はねあ,のあらゆる戦艦にダメージ出せるので。 本当火力はね高いですですまあ、ミンスクがいるのでこれは撃っていきましょうソ連空艦ですねただまあ引っかかってああはいはいもう撃沈んできましたねさあじゃあまあ、あとは見えるで撃っていくだけですね、まあ、これは本当ね何て言うでしょう,もう本当砲兵ですよね、まあ、ソ連は砲撃の大砲国家ですけど 海の砲兵と言わんばかりのこのずーっと遠距離からね、まあ、こうやって打っていくのが、まあ、ソ連中華の仕事ですね。まあ、レーダーも確かに強力なのはありますけど、まあ、やっぱね、あの前に出てしまうと、序盤のうち前に出てしまうとね、戦艦から撃たれて簡単にやられてしまうので、まあ、そこをね出るタイミングは本当、うまくね打たれない部分で見極めて、島とかで防げたらいいんじゃないかなという感じ。で B に 量が入ったんで駆逐艦がいないんでおそらく多分戦艦ですね、さっきの相場あたりが B 踏んできたと思うのでここはちょっと前進して、うん、距離を取りながら、あのー、引きき打ちでね対応していきましてまょう結構ねその15キロ終わった辺たりから完全に危険領域なので、まあ、大体17キロ16キロあたりからねあの引き打ちに入って打っていくのが、ね、いいかなと思います。 ここはね、ほんと島が生かしやすいマップなのでいいですね。はい。で、やっぱ合いが来てましたね。で、えー、奥のアイワにも、まあ、合いだらけですけど、火災を起こして、まあ、いい感じで燃えてますね。まあ、あの、火災をね、やっぱ起こすと、戦艦やっぱ消すか、あの回復するかが必要になるので、まあね、燃やすことにね、ほんと、メリットしかないので、どんどんね、ほんと燃やしていけば、まあ、万が一ね、味方の口艦とかの魚雷が、 刺さってくれれば、もう口がいませんけど、爆竹がちょっと死んじゃうの早いですね。で、これ撃てそうかな、撃てなさそうですね。あ、打てそうですね、撃ちましょう。山のマークはないで、撃てますね。で、ここで停止して、また霜を生かしつつですね。まあ、ソ連状が確かに今無傷ですけど。無傷で終われるか、もう本当撃沈されるかってレベルなんで。 体力合ってないようなもんですね。ま一応回復があるので、うん、あの巡洋艦同士の撃ち合いとかで使えますけど、今回はね。あのマンサブ積まないで装填ステーションでね。あの0.1秒でも早く、まあ、装填できるスキル構成にしてますね。あの回復位置ありますけど、うん、こういう戦い方なので、まあね。活かせる3回活かすという巡洋艦でもないので、とにかくね。撃ちまくる巡洋艦ですね。 さあで、また後ろが燃えているので、えー、前を燃やしていきましょうこれ狙いやすいですね,、はい、もうねあの前後で1か所燃やせれば2か所目のチャッカー中を打つだけなんでね簡単ですねで相羽に放火犯が取れるとで、右からショールスとジャマルちょっと突撃してますね味方がビスマルクショールスやれるか。 ちょっといきなりですけど、状況が動いてますね。味方が、てか敵は右から突っ込んできているので、ジャンバールもいるので、まずこのジャンバール削りきらないと、てかやばいですね、これ普通に。あ、一気にね、危険な状況が、ジャンバールが来ているので、回復しますね。これはもう H で、2箇所着火で削りきるしかないで、あ、砲撃はジャンバールギリギリね、ガバガバでしたね。ただ、2傾車目が来てますけど、 はい、まあ、なんとか大丈夫で、ジャンバル撃沈でで、ショールスが打ってきてますがまあ、ここはちょっと防寒への貫通するためにうん、ちょっと島に刺さりますけどもうこのままの姿勢から一旦減速してで防隠し相手も隠しているのでここは H 弾で削っていきましょうこちらの H 弾も強化されてますからうん、あの、ショールスどこからでもほ,どほぼ貫通するので。あのー a p なん使えるもね、防角抜けないのであれば、榴弾の方が削れますね、で2箇所着火で、いまあ、この角度ならギリギリ抜かれないんですね、で、まあ、一応魚雷も一応打っときましたけど、これ、H で削りきれそうですね、はいまた着火ですね、<laughs> ま消したところにね、また火がつくと、非常に強力ですけど、はい、これで勝利すぎきしですねいや、今のちょっと危なかったですね。まあ、正直ジャンバールが うん、もうちょっと体力残ってたら終わってましたけど、まあ、さっきも、ね、火つけてたんで、うん、その蓄積ダメージがねあったのかなと思いますけどで相輪がまたこっちに出てきてますけどこっち狙いそうではないですねなんか後ろ撃ってますねはいなのでまあこっちも、ね、横から打ちまくりましょうで、まあ、そうですね、まあ、確かに HL の傘汗率高くて燃えるんですけど、まあ、横見してたら、ね、AP 弾でも、ね、使って OK ですね まあただ、まあ、とりあえず燃やしてる部分燃やしてから、まあ、AP 弾、とりあえず1か所か2か所ぐらい火をつけてから、うん、AP 弾で切り替えていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、最初ね、結構狙われましたけど、まあ、なんとか生き延びて、まあ、その結果ね、これだけ撃ちまくれると。はい、この間もあれですね、あの、消防士積んでませんね。今の戦艦、消防士積まないと、と燃やし放題なので、うん、今ね、もう中央部2か所燃えてますね。 で、後ろも狙っていきますが、ここで後ろ着火できれば、まあ3箇所ですね。で、もう2箇所燃えてるんで、ここ a p 弾撃ってみましょう。まあ、AB 弾で、ね、起水性狙うのではなくね、缶の上の構造物を狙って撃ちましょう。はい、まあ3000ぐらいダメージ出てましたね。まあ、最後、ああいは撃沈できませんでしたけど、うん、まあかなりね、いいダメージは出ましたね。 はいといった感じで、ね、チャーパイフですけど、まあ、戦艦とね打ち合っていける、うん、長い射程を持っているので本当、まあね、マップの、まあ、端からとは言いませんが、ま、マップのね反対側からあのー、敵を狙っていけるので、まあ、巡洋艦他の巡洋艦には、ね、ないほんと長射程ですから、まあ、これをね生かして、あのー、遠距離から、ね、燃やしていけるといった巡洋艦ですね。 まあ、レーダーと、あのー、高い発射力はあるので、まあ、確かに駆逐艦の処理もできるんですけど、うんまあ、先ほども言ってますけど、まあ、接近すると、ね、本当に戦艦にやられてしまうので、まあ、うまくね島とか活かせるところで、ねまあ、レーダー使って、まあ、駆逐艦をね倒すという、まあ、立ち回りがまあ必要になってきますねレーダー使う場合は。まあ、あくまでも、ね、本当自衛用のレーダーといった感じでもう全てを割り切って、ね、本当遠距離から、うんあのー、砲撃していくのが。 まあこの自由が強いかなと思います。はい、それではね。今回はチャパ f でした。ご視聴ありがとうございました。